さあミーティングを始めるぞ。今日の相手オランダは、先のイタリアとは打って変わって今大会屈指の攻撃力を誇るチームだ。特に注意すべきはキャプテンのブライアン・クライフォート。ヨーロッパではシュナイダーにも匹敵すると評価される選手だ。もちろんクライフォート以外の選手もみんな一癖二癖ある選手ばかりで油断ならない相手だ。そして攻撃陣にばかり目が行きがちだが、守備陣にも注意すべき選手はいる。攻撃に転じても決して一筋縄ではいかないだろう。優勝候補にも挙げられる強国だが、恐れず挑戦者の気持ちで向かっていってほしい。同じく優勝候補の一角であるイタリアを破った君たちなら、実力を出し切れば勝てると信じている。ここで勝利をつかんで決勝トーナメントを手繰り寄せるぞ。はい、はい、オランダかやはり意識してしまうな。憧れの国との対戦だもん。やっぱりそうなるよね。俺もきっとブラジルと戦うとなったら今の美杉君と同じ気持ちになると思うやっぱり翼君もか。今日少しでも試合に出る機会があったら、僕の実力がどれほどオランダに通用するか試してみたいな。そのことだが、美杉、今日の試合君は後半から出場してもらう。しっかり準備しておいてくれ。君の能力はもちろんだが、そのモチベーションの高さもこういった試合には重要だ。前半はしっかりと相手の動きを研究して、後半それを生かしてくれ。頼むぞ。は、はい。よかったね美杉君。うん、まさかこんなに早く夢が叶うなんて。よし、俺も美杉君に負けないよう頑張ってくるよ。そうか、クライフォートと勝負か。大丈夫、美杉君の実力なら絶対に通用する。俺が保証するよ。ありがとう、翼くんにそう言ってもらえると自信になるな。日本はこのアメリカに渡ってから着実に力をつけてきている。そして下馬評を覆して、あのイタリア、あのヘルナンデスから日本は得点をして勝利した。偶然ではヘルナンデスから点は取れん。紛れもない日本の実力と言えるだろう。プレマッチの日本のイメージは捨てて気を引き締めていこう監督、心配いりませんよ。俺が日本のゴールを貫いてみせます。クライフォート。イタリアが負けたのは確かに予想外でしたが、それでも日本は俺たちの敵じゃない。いつも通りやればいつも通りに勝てます。自信を持つのはいいが、相手を侮るのはいただけないな。そうだ、奴らはどうあれ、あのヘルナンデスから得点して勝ったチームなんだぞ。用心に越したことはないと思うがな。いくら得点力があろうと、どうということはないさ。俺たちは点を取られたら、それ以上に点を取ればいいだけのことだろ。なあ、その通りだ。だいたいクリスマンはビビりすぎなんだよ。ビビってるわけじゃない。素直に彼らの試合を見て警戒すべきだと判断しただけだ。話を聞いていれば、クリスマン、いつからそんな臆病者になった。レンセン、お前まで。身長も過ぎると臆病と変わらないぞ。まったく、お前たちというやつは。そこまで言うなら大丈夫だ。細かいことは言わん、隙に暴れてくるんだ。はい、いいかみんな、俺たちの目標は
あくまで全勝での完全優勝だ。ここは通過点に過ぎない。そうそう。だから軽く蹴散らしてやろうぜ。ああ、俺たちの目標はあくまで大会の頂点。そう、俺たちが世界一だと知らしめることだ。そうと分かれば、さあキャプテン、号令頼むぜ。なあ、今日も1点や2点で満足するな。いつでも点を狙うのがオランダのサッカーだ。勝つのは間違いなく俺たちだ。みんな行くぞ。お、さあやってまいりました、ジュニアユースワールドチャレンジ予選リーグ全日本の第2戦目。本日の相手は先日のアズーリイタリアに続く強敵、恐怖のオレンジ軍団オランダ。常に得点を狙うアグレッシブさを信条とし、前線に豊富なタレントを揃えたその攻撃力は参加国中でもトップレベル。特にキャプテンのクライフォート君は今大会屈指のストライカーとして注目の選手。先日のセネガル戦の活躍は記憶に新しいところです。対する日本も負けてはいません。プレマッチ参戦、予選リーグ第1戦と強敵との戦いを経て着実に力をつけています。このアメリカに渡ってからの成長で言えば参加国中トップレベルかもしれません。オランダにも引けを取らない戦いができるはず。期待しましょう。あれがブライアン・クライフォードか。実際にどんなプレーをするのか楽しみだ。あいつはあちらのキャプテンだ。向こうは俺のことは眼中になさそうだが、思えばアメリカに来てからずっとそうだ。ならばこの大会を通じて俺たちのことを見る目を変えるしかない。そのためにもこの試合勝つ。日本っていうと小学生みたいなやつばっかりかと思ったら、思ったより体格がいいのもいいな。俺と競り合えそうなのも一人二人いるようだな。まあそれくらいじゃなきゃ俺たちが楽しめないだろう。そいつは言えてるな。相手がどうあれ俺がディフェンスをこじ開けてやるさ。あとは全員でゴールを量産して、この試合も狙うは完全勝利だ。おう！キックオフです。みんな、俺たちは挑戦者だ。相手がどこでも恐れず行くぞ。さあ来い日本、俺たちオランダが蹴散らしてやるぜ。レオタイガーカット。ドルロン君、このシュートを正面から受け止める。パントキックで大きく蹴り出した。クリスマン君、ロングパスを受けます。翼君、ここは抜かせません。横にかわして突破。俺が力負けだと。かわして振り切った。しまった。横にかわして突破。止められない。ゴール前に持ち込んだ。軽やかなステップから必殺シュートだ。ドーラン君、横に飛んだ。まさに、まだまだ決める。佐野君、ここは抜かせません。いけ。ワンタッチで送る。は
ここはパスを出した。ジトーパスを出します。ジトー君パスを回す。このパスをカットします。さあゴール前です。いけ、ここは抜かせません。ヒューガ君ここはパスを出した。よし、何かわした。ミサキ君敵陣を切り裂く。ツインシュート。翼君息の合った連携から二人でシュートに持っていった。ボールマン君横に飛んだ。ここは抜かせません。さあゴール前です。まるで妖精のように舞い、ベアリーシュート。真正面からシュートを受け止めた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。なに、日本にもこんなやつが。ヒューガ君センターラインを越えて攻め込む。これが俺のネオタイガーシュートだ。このボールに取り付く。決死のセーブでゴールを割らせない。さあボールを抑えた。翼君お箱のヒールリフトだ。佐野君軽渡しのような動き、巧みに距離とかわした。それ翼君得意のヒールリフトで抜いた。この何者だ。松山君パスを出します。翼佐野はぁ、クレンセンブリンク君ドリブルでボールを運ぶ。お前との喧嘩はどちらが先に触れるか。ふっ、松山君ここはパスを出した。いけ、ロングボールを送る。絶妙なインターセプト。レンセンブリンク君ちょっと詰まってシュート。ここは赤島津君このシュートに反応している。お見事、華麗に止めた。パスを出します。ワンタッチで送る。ダイレクトでパス。翼さん佐野、よし佐野君巧みに距離をかわした。それそれ回します。それ若島君ロングパスだ。このパスをトラップ。いけ、翼さんワンタッチで送る。ジトー君まさに走るダンプカーだ。パスを出します。ジトーさん佐野君パスを回す。みんな本物のサッカーを見せてやろう。そのゴール必ず貫く。全身のこれが本気のスティンガーだ。オランダのシュートだ。オランダの前線の動きが活発になった。ここでオランダのまだまだこんなものじゃない。それよし、ここはパスを出した。こいつやるな。ドリブルでボールを運ぶ。敵陣を切り裂く。時計はすでに30分を示しています。フェアリーシュート。前半の残すところはあとわずか。なんとかボールに食らいつく。すごい、やったぞ。それドリブルでボールを運ぶ。あっと奪い返した。そらここはパスを出した。それパスを出します。このタックルは不発に終わります。クライトくんボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。クライトくんそれいいぞ。みんなよくオランダの猛攻をしのいだ。しかし油断するな。あの手の攻撃的チームは一度流れをつかませるとそれを止めるのは困難になる。この調子で相手にペースを握らせずに攻撃も守備も自分たちのリズムを崩すな。後半も厳しい戦いになるだろう。このハーフタイムしっかり休むんだ。はい。あのクライフォートってやつやっぱりとんでもねえな。うん、彼はテクニックもパワーもすごい選手だ。そしてそれをあの揺るがない自信が支えている。戦ってみて。
それがよくわかったよ。確かにリードされていても奴には全く動揺が見られなかったな。ああ、あれは自分なら逆転できると信じている人間の目だ。クライフォート以外の選手たちもやっぱり世界レベルの選手たちだし、何点差あっても諦めるようなチームじゃない。後半このリードを守ろうなんて考えたらきっと隙を突かれてしまうと思う。だから俺たちももっと突き放すくらいの気持ちで攻撃の姿勢を忘れないように行こう。おっ、日本の中心はやはり翼くんだ。対してオランダの中心は紛れもなくクライフォート。あのクライフォートの自信がある限りオランダの攻勢が止むことはない。翼くんの言う通り、後半も楽な試合じゃないだろう。こんな素晴らしい試合、僕もフル出場したかったよ。まったく、こんな体が恨めしい。水木、試合に出られなくて悔しいって顔だな。ヒューガ、気持ちはよくわかるぜ。俺もこの夏その立場に立ったからな。もっとも俺の場合は完全に自分の責任だったけどな。ただ原因はお前なんだぜ。僕が原因？まあ気にするな。それにお前はこれから出番なんだ。幸せだと思うぜ。ああそうだな。お前が都大会の決勝で見せたあの華麗なプレイ、この試合その力が必要な場面が必ず来る。まさかヒューガにそんなことを言われるなんてな。あ、僕はこの試合の前半ベンチにはいたけれど、みんなと一緒にずっと試合をしてきたつもりだ。準備はしっかりできているよ。期待してるぜ。さあそろそろ時間だ。リードはしているけど負けているくらいの気持ちで後半も得点を狙っていこう。みんなこの試合絶対にものにするぞ。おう！くそ、日本相手にこんな折り返し方をするなんて。やつら思ってたよりずっとやりやがる。イタリアを破った実力は確かなようだ。前半の出来なんか気にするな。クライフォード、勝敗は試合が終わった時にだけ決まる。後半に勝ち越してやればいいってだけの話さ。たとえ何点差があろうと俺がそれ以上に点を入れてやる。世界一を目指す俺たちがこんなところでつまずいていられないだろう。クライフォード、すまない。こんな時お前の自信が頼もしいよ。俺はこの大会で俺が世界一だと証明する。だから任せておけ。何度でも日本ゴールを貫いてやるさ。クライフォートにばっかりいい格好させるかよ。なあレンセ、俺たちもやってやろうぜ。もちろんだ、言われるまでもない。さあ行くぞみんな。試合が終わった時勝者となっているのは俺たちだ。お！ついにあのオランダと戦う日が来た。今の僕の力はどれほど通用するのだろう。いや迷うな。持てる力を全力で発揮するだけだ。そして14を背負うクライフォート、翼くん以来だ。こんなに戦うのが楽しみな相手は。あの選手背番号14か。その実力俺じきじきに見てやるぜ。この後半日本に攻撃のチャンスは与えない。日本よ、勝つのは俺たちオランダだ。クライフォート君、ここからチャンスを作れるか。ボール奪取成功。それ
翼くん、パスを回す。ヒューガくん、素早くつなぎます。クリスマンくん、ボールを狙うも届かない。トーレスくん、パスを出します。それクライフォートくん、センターラインを越えて攻め込む。ここから一気に攻め込みたいところ。ここから打ってきた。いけたい。長いパスが通った。ディックくん、このパスをカットします。渾身のパスが味方に送る。翼くん、吹っ飛んだ。わかします。ここジト、カイザーくん、いい形でボールを奪った。シュートまで持ち込めるか。シュート、それ美咲くん、パスを出します。佐野くん、ロングボールを送る。ここでパスカット。クリスマンくん、ゴール前に持ち込んだ。それほら、いけ、いい形でボールを奪った。クライフォート、スルーパスを狙う。クライフォートくん、シュートまで持ち込んだ。キーパーもろとも貫いてやる。必殺のシュートを発射。いけ、セクシオくん、このシュートをシュートから受け止める。キーパーごと押し込んだ。まだまだこんなものじゃない。いけ、ミスギ君、大丈夫、体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。みんな、ファストブレイク速攻だ。日本、ミスギ君の指示でここで一気に攻勢に出た。おっと、日本のディフェンダーが次々とオーバーラップ。空いたスペースに次々走り込みます。まずいな。くそ、そのディフェンダーたちのマークにつくぞ。オランダの選手が上がっていく日本のディフェンダーのマークにつく。日本の速攻を封じる動きだ。なんだと？ゴールキーパーも守るだけじゃないぜ。なんと、ゴールキーパーの若島津くんだ。若島津くんがここまで上がってきた。俺たち相手にゴールをガラ空きに。なんてゴールキーパーだ。若島津くんの動きに驚いたか。オランダの動きが鈍った。ナイスだ若島津、翼くんにパスだ。都大会決勝、それまで大会無失点の俺からたった一人で2点取った男、ミスギ、お前も信じるぜ。小学生の時、初めて対決した時に見た君のプレイは俺にとってまさにショックだった。翼くん、無理をせず上がってきたミスギくんにリターン。そしてすかさずミスギくんから美咲くんへ。美咲くん、小学生の頃見た君にはすでに底知れないサッカーの才能があったね。美咲くんから再び美咲くんへ。そして美咲くんからヒューガくんへ。都大会決勝、お前の華麗なプレーに危うく俺は膝をつきかけた。シュートモーションに入ったヒューガくんの目の前にはオランダの巨漢ディフェンダーディックくんが。お前らなんかにいいようにされてたまるか。こっちだヒューガ。おう、ヒューガくん、とっさにエリア内の美杉くんへのパスに切り替えた。ここだ、もらった。美杉くん、フリーでシュート体勢だ。美杉ちゅん、心臓病というハンデがなければ君は日本一のプレイヤーになっていたかもしれないんだ。お前だけには。おっと、クライフォートくんがここまで戻ってシュートブロックに。これだ。小学生の時に美杉くんが見せた芸術的かつアクロバティックな大技が炸裂だ。日本が生んだもう一人の天才、
三杉純くん、ここでやってくれました。ゴールキーパーまで含めたポジションの枠にとらわれない素晴らしい展開を指揮し、心臓病というハンデを抱えながら見事値千金の勝ち越しゴールを挙げた三杉くん、チームメイトからそしてスタンドの日本ファンから激しい喝采を浴びています。フィールドの貴公子、ここに復活です。やったやったぞ三杉くん。さすがだぜ三杉。三杉くんならできると思ってたよ。くっそ、あの14番目、あいつの指示で日本の連中の動きが急に良くなりやがった。俺が奴に負けたというのか、あの14番に。クライフォート、器用な、これはみんなの失点だ。いや、この失敗は必ず俺自身が取り返す。まだ残り時間はある。チャンスがある限り攻め続けるぞ。そこはパスを出した。それ体ごとぶつかっていった。もらった、フェイントだ。あっと、パスタント。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。パワーストーブなら負けねえ。ヒューガ君、連続突破で見せます。ここから一気に攻め込みたいぞ。これが俺のネオタイガー君だ。さあ、ボールと真っ向勝負。ドールマン君、これはキャッチできない。チャージが決まった。立ち塞がるネオ、ヒューガ君、決まったゴールを狙う。ドールマン君、このシュートに反応を入れる。キーパー反応するも決まった。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。見たか、オランダ、これが俺のネオタイガーショットだ。日本にもやるやつはいるな。まあいいさ、取られたら取り返すまでだ。それドリブルでボールを運ぶ。貫く、クライフォート君、ティガーショット。ボールを浮かせて足の裏で蹴り込んだ。横っ飛びで反応、キーパー止められない。この距離から世界を見たか。クライフォート君の伝家の宝刀、スティンガー炸裂。無情にも日本ゴールを貫いた。やったな、クライフォート、さすが俺たちのキャプテン。俺のスティンガーに貫けないゴールはない。なんて鋭いシュート、確かにファイヤーショットレベルだ。しかし次こそは止めてやる。どんなにすごいシュートでも1点は1点、取られたら取り返せばいい。次は俺たち全日本の反撃の番だ。そら、よし、よし、交代だ。ここは抜かせません。体を反転させかわした。しまった、連続突破で見せます。かわして振り切った。横をすり抜けた。コルプ、ボールを奪うことができません。フェアリーシュート。ドールマン君、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。これで、あ、かわした。何、反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。軽やかなステップから必殺シュートだ。フェアリーシュート。一歩も動けず、狙い決まった。ゴールをゲット。いけ、チャージが決まった。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。お墓のヒールリフトだ。これを見ろ、翼くん、ヒッタシュートを放った。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いをうまく抑えた。ヘンドリフト、ボールを奪うことができません。パントキックで大きく蹴り出した。チャンスが決まった。あとドリブルを見送る。ミスギ君、蝶のように舞う。これぞ貴公子のプレーだ。ミスギ君、蝶のように舞う。
これぞ貴公子のプレーだ。これが僕のとっておきだ。後ろに下がったハンドをジャンプ、ここだな。豪快なボレーシュートだ。ドールマン君、これはキャッチできない。ディック君、このボールを拾います。ヒューガ君、シュートまで持ち込めるか。シュートだ。このパスは通らない。三杉君、激しいタックル。これぞ貴公子のプレーだ。三杉君、ゴール前に持ち込む。 これは変えてみせる。回転をかけたシュートだ。このシュートを体で止めるつもりだ。あとブロックを粉砕。こぼれ球をものにした。ここからスピード、クロスに合わせに行く。ディック君、このボールに立ちはだかる。これはボールと相打ちの形になった。クリアでキューバをしのぎます。滝山君、もらったぜ。激しいタックル、荒わしのようなドリブル。敵陣へ突っ込みます。これは血を張る豪快なシュートだ。あと劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。優勝候補のオランダに勝ったんだよ。イタリアに続いて厳しい戦いだったが、やったんだな。2戦連続まぐれとは言わせねえ。これが俺たちの実力だ。やっぱり勝負ごとは終わってみるまでわからんの。連続して優勝候補国を倒したんだ。俺たちだって優勝を狙えるんじゃねえか。そうさ、遠征最初の頃の俺たちとはもう全然違うんだ。ああ、成長したよな、俺たち。みんなが努力を怠らなかった結果さ。お、努力とガッツだけが俺たちの取り柄だからな。俺たちとか勝手にくくるな。それしかないのはお前だけだ。よし、この調子で次も勝って全勝で予選リーグ突破を目指そう。それにしてもブライアン・クライフォード、恐ろしい相手だった。俺ももっともっと頑張らなきゃな。俺たちが負けた。バカな、信じられねえ。ああ、そんな、こんなところで。みんな、まだ下を向くな。クライフォード、確かに全勝優勝の夢は終わってしまった。だが次のイタリア戦を勝てばまだ優勝はできる。気を落としている暇はないはずだ。そうだ、クライフォードの言う通りだぜ。ああ、まだ俺たちの大会は終わってないんだ。これからも頼むぞ、クライフォード。任せろ、次こそは俺が勝利に導いてみせるさ。まあ今日のところは素直にこの俺たちに勝ったあいつらを祝福してやろう。この俺の顔に泥を塗った今日の敗戦は忘れない。そして次に会った時は必ず俺たちが勝つ。よ、天才美杉純は健在だったな。美杉君、さすがだね。あの一点がこの試合の決め手だったよ。いや、頭の中で描いたものがみんなのおかげで形になっただけだ。
チーム全員のみんなの力さ。スタンドの声を聞く限りそうは思われてないみたいだけどな。ほら。いや、僕だけじゃないと思うけどな。まったくモテる男はつらいな。羨ましい限りだぜ、この子の。石崎、君はもう少し練習が必要なようだね。明日の練習から特別メニューを考えるよ。勘弁してくれよ。あの14番、今日はやられたな。決着はまた今度だ。見過ぎ、楽しみに待っていろ。イタリアとセネガルか。どっちが有利なんだろう。そりゃやっぱりイタリアさ。うん、セネガルはスピードでディフェンスの裏を取るチーム。でもイタリアはゴール前を固めるチーム。つまりセネガルは自分たちの型で戦えないわけだからね。おい、セネガルの陣形見てみろよ。あれはセネガルが引いてる。イタリアは守ってカウンターのチームだからロングボールは使いづらい。その前に相手を誘い出そうっていう作戦だな。セネガルのデータはプレマッチも含めてチェックしたけど、この戦い方は初めてだな。指導者からすれば選手が慣れていない作戦を取るのは怖いな。おそらく選手も不安なんじゃないか。そうですよね。それにテクニックはイタリアが上です。うまくいくかな。セネガルは攻めるこちらの裏を狙う作戦か。それなら。さあ試合開始。おっとイタリア、ヘルナンデス君の指示で全員が一気に上がっていく。セネガル意表をつかれたか。イタリアの高速パス回しについていけない。そしてルチアノ君にボールが渡った。そんな見え見えの手が通じるかよ。おいおい、もう先制点入っちまったぜ。ヘルナンデスがセネガルの作戦を読んで、それで一気に攻勢をかけさせたんだ。立ち上がり、しかも不安な気持ちのセネガルじゃあのパス回しは防げない。作戦勝ちだな。もうセネガルは攻めるしかない。でも攻めれば攻めるほどイタリアの術中にはまる。イタリアは一気に優位に立ったよ。試合終了。イタリア、セネガルに完勝。セネガルはサンゴール君の正確なロングボールもイタリアディフェンスの網にことごとくカットされ、苦し紛れのロングシュートもヘルナンデス君には通じず、逆にルチアーノ君のカウンターの餌食になり次々と失点。セネガルは圧倒的なボール保持率でイタリアを攻め続けましたが、結局1点も取れず、これでセネガルは2連敗で予選敗退が決定。一方イタリアはオランダと勝ち点3で並び、最終戦の直接対決に全てをかけることになります。思った通りの結果になっちゃったね。これでセネガルは予選の負けが決まったんだろ。ならもうモチベーションもなくなったんじゃねえの。だとしたら次は楽勝じゃのう。確かにセネガルは選手の動きがバラバラで統一性がない。でも足は速いしジャンプは高い。それにスピードがある分、勢いがつけば止められなくなるかもしれない。もしあいつらにチーム一丸となる何かがあったら、一気に強敵に化けるんじゃないのか。
今日も練習お疲れ。お疲れ様です。よう、お疲れ。ようやく待ちに待った晩飯だな。なんだろうな、とりあえず肉なのは決まってるけどな。そういやアメリカ来てから毎日毎食肉食ってるよな。ギャッ毎日たらふく肉が食えるんじゃから、わしには天国のような場所たい。ほんと、食事を見てるだけでこっちの選手たちの体がでかい理由がわかる気がするよ。どうした翼、ここのところ元気ないじゃないか。ちゃんと休んでるか。ありがとう、大丈夫だよ。ならいいけどよ、無理するなよ。うん。ダメだ、スピードも回転もこれ以上はもう。やっぱりな、こういうことだと思ったぜ。ヒューガ君、ドライブシュートのパワーアップが狙いか。うん、でもうまくいかないんだ翼。こいつを使ってみろ。これはヒューガ君のブラックボール。壁にぶつかった時に誰かの助けを借りるのは悪いことじゃねえ。俺もそうして壁を乗り越えてきた。ヒューガ君、翼、一人で悩むな。ありがとうヒューガ君、このボール使わせてもらうよ。あ、ついにブラジルの試合が見られるんだ。今まで練習スケジュールの都合でブラジル戦はスタンドに来られなかったもんね。俺もブラジルの試合は生で見たことないからな、楽しみだぜ。ブラジルの中盤ロベルトがつけていた背番号、ジュニアユースチームとはいえそれを背負うカルロス・バーラという選手、一体どんなプレーをするんだろう。まもなく後半10分。ここまで両チーム0対0、サウジアラビアが前線しています。ブラジル初戦のスペイン戦もそうでしたが、どうにもパスのつながりが悪い。あっと、ここもサウジアラビアにカットされた。これはまずいぞ。なんだよ、ブラジルってこんなもんか。そんな、どうしてブラジルがこんなバラバラなサッカーを。ボールを奪ったサウジアラビア、ブラジルゴール前へ攻め上がる。あっと、しかしボールを持った選手にブラジルの選手が凄まじい勢いで近づく。これはブラジルの10番カルロス・バーラ君のタックル。サウジアラビアからボールを奪った。そしてそのままドリブルで攻め込んでいく。カルロス君単独突破、次々とサウジアラビアの選手をかわしていく。ルシアのレオ君やキャプテンのアルベルト君もカルロス君をフォローするように上がっていく。しかしカルロス君は後ろも周りも全く見ない。自分一人で最後まで行くつもりなのか。決まった、カルロス君フィールドの半ば以上を独走してのスーパーゴールだ。タックル、ドリブル、そしてシュートまで全く無駄のない正確無比のテクニック、これがブラジルの10番の実力だ。
おお、やっぱブラジルのエースってすげえな。翼くん？試合終了！ブラジル、サウジアラビアを撃破！試合途中までは調子の上がらなかったブラジルですが、試合終盤に立て続けにゴールを挙げ、終わってみれば圧巻のスコア差となりました。エースのカルロス君は今日も得点を量産し、前の試合に続いて好調をキープ。ミッドフィルダーレオ君、ディフェンダーでキャプテンのアルベルト君、そしてゴールキーパーのケイジーニョ君もそれぞれのポジションで奮闘し勝利に貢献しました。それにしてもカルロス君はゴールを挙げた時も、こうして試合に勝った時も全く表情が変わりません。彼にとってはあまりに当然の結果すぎて喜ぶまでもないということでしょうか。今日の試合を見た感じ、ブラジルはあまり連携がうまくいってなかったな。ブラジルは国内のクラブチームの調整に難航して、直前まで代表チームを組めなかったらしい。そのあたりが影響しているのかもしれないな。チームとしての練習不足か。ブラジルはまだまとまりがなかったけど、強豪国にはよくあること。大会が進めばきっと調子は上がってくるはずだ。そしてエースのカルロス・バーラ、確かにすごい選手だ。フィジカルも強いし、テクニックも正確。他の選手とはレベルが違う。でもなんだろう、見ていて少しもワクワクしないんだ。まるで感情が見えない。そう、勝つためだけにプレイする機械みたいなんだ。俺にサッカーの楽しさを教えてくれたロベルトがつけていた背番号10、同じブラジルの10番を背負っていてもこんなにも違うものなのか。ドイツ、俺たちが借りを返さなきゃいけない相手だね。シュナイダー、お前たちの戦い見せてもらうぞ。ドイツ対ポルトガルの一戦、間もなく前半終了ですが、ここまで全くのドイツペース。シェスター君とカルツ君が中央のスペースを完璧に支配して、ポルトガルにボールを渡さず、前線のハイネ君がボールを供給して、マーガス君とシュナイダー君が得点を量産。そしてまたもやハイネ君からシュナイダー君にボールが渡った。決まった！シュナイダー君のファイヤーショット、これでハットトリックだ。まさにドイツの若き皇帝、その名にふさわしい活躍だ。みんな、なぜあのシュートがファイヤーショットと名付けられたか知ってるか？え？おお、火の玉ってなんかイメージいいよな。強そうで相手もビビりそうだし。それならまだ可愛げがあるんだがな。そんな理由じゃないんだ。火の玉シュート、目にも止まらぬあのシュートは実際に燃えているんだ。なんだって。空気とボールとの摩擦か、シュートした際のスパイクとボールの摩擦か、またはゴールネットとボールの摩擦か、いずれにせよゴールインしたボールはプスプスと焦げ臭い匂いを放っているんだ。そこから名付けられた一撃必殺のシュート、それがシュナイダーのファイヤーショットだ。一撃必殺か。試合終了。ドイツ、ポルトガルを全く寄せつけず、まずは最初の勝利を手にしました。ツートップのシュナイダー君とマーガス君、ダブルボランチのシェスター君とカルツ君、そして
それをつなぐゲームメーカーのハイネ君。攻防一体となったこの布陣、全く隙がありません。優勝候補筆頭との評判通りの戦いでした。カール・ハインツ・シュナイダー、ヒューガ君が世界一のストライカーを目指すために、その第一のライバルになる相手だね。ああ、今日のシュナイダーのファイアーショット、回転も伸びも少し以前とは違って見えた。まさか。よ、よし、うん、うん、うん、俺の勘が正しければこいつは。頑張ってくれ。悪くはないな。ほう。ちょっといいか。なあ。頑張ってるな。なあ。おう。君は誰だい？ああ、うん、そうか、ちょっと、うん、ああ、うん、なんだよ。おい、なんだ。それ。よ。なあ、なあ、ふん、なあ。